ポツチャンネルへいつも来てくれてありがとうございます。チャンネル登録してくれると昇天します。よろしくお願いします。今度ですね、うん、菅総理がですねできると思うんですよ、うん、多分な多分ね、まあ今だ分からないですよね、うん、まあこの人って言ったらまあ言ったらまあ実家は金持ちかもしれないけども、うん、一から上がってきた人でしょう。そんな感じの人って世の中いっぱいいますよね。例えば秀吉もそうだし、まあ言ったら伊藤博文はそうじゃないですか、うん、そうやね。そら下級武士から、ええ、そうそう、お父さんに至っては農民でしたから、うん、それはすごいと。いやすごいよね、うん、そんなすごい人の最後が朝鮮で亡くなるんですよね、うん、あ、暗殺されるね。そう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 、あの暗殺はかなり なんていうか不思議な事件でね、ええ、安住軍、あの朝鮮読みと安住軍、日本は安住軍って呼んでます、って言ってるね、はい、これが、まあ、あの犯人はね、ええ、有名ですね、うん、だけどこれもほんまにこいつが撃って弾が当たったんかどうかっていうのも一つ疑問あるけど、なんかソビエト説がありますね、うん、で実際に当たった弾はもっと上の方から撃たれた、ええ、ロシアが撃った弾やっていうような話もあるよね。そうそうそう、ソビエトロシア、まあ、かだから とにかくその場で捕らえられて、ええ、あのロシアの関係にあの捕まって、ですぐまああの処刑されるわけやけども、確か日本の法律で処刑されたんですよね。そう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 、日本に引き渡してっていうことよね、うんうん、だけど その時にも安住軍自体は、ええ、あの伊藤の顔も知らんねんな。え、そうなんですか。うん、だから一応その仲間3人ぐらいと暗殺に行くっていう話になって、経験なくなかなかのクリスチャンで、ええ、まあ根はもちろん真面目な人間はな、ね、暗殺に行くっていう話の時にこの安住軍はえらい明治天皇を敬愛してたっていう、ね、なんか売った時も明治天皇万歳と言って売ったらしいです。あれはね、じゃああれは韓国万歳ってあっていうのを2回言うてんねんな。あ、そうなんですか。明治天皇で言ってない、ロシア語で言うてんねんな。え、ロシア語で、うん、え、どういうことなんでしょうね、うん、っていうのは韓国語で言うたら全世界に通用せんやろと、ね、まだそのロシアとあのが強かった時代、当時ロシア語ってそんなにあれやったんですか。だから、うん、ロシア語で言うた方が、ね、あの世の中によく行き渡るやろうというような、ええ、世の中の人は知りませんね、今の人はね、うん、それから当時のその全世界から見たらね、ええ、韓国語で言うよりはええやろという、ええ、すごいですね。そうなんや、感じやね。ほう、うん、それからあれはあの韓国万歳って言うてねな、へえ、ロシア語で、うん、打った時に、ええ、安住君はこれやうらこれやうらって、これやうらってどういうことですか。これやうらっていうのはこれロシア語で韓国万歳っていう。ああ、そうなんですか、うん、で明治天皇万歳っていうのはデマなんですね、うん、だからそう言うたっていうな、でこの安住君という人はその明治天皇を敬愛してたしね、ほんで伊藤っていうのはね、その明治天皇の言うことをちゃんと聞いてない逆進やと思ってるわけ。まあ、 あの女遊びについて怒られてましたよね。まあ怒られたけどね、だからあの明治天皇とか日本政府に対してはね、例えば韓国の、あの皇太子を日本へ連れてきて教育してもろて、これはもう韓国人みんながあの感謝してるというようなことを言うてるわけ、その皇太子を日本へ連れてきて教育しよう言うたのは伊藤なんや。ほうほう、だからそういうのは情報として知らんわ。知らんかったでしょうな、うん、で結局そ、まあ、伊藤についての情報については、結局何か吹き込まれてる、誰かに吹き込まれてる、そうですよね、黒幕がおるということやな、でその3人で、あの暗殺に行くのに、あのバラバラで向こうあの町は、うん、でさ、そのハルピンの 駅でっていうのも、後でそのギリギリの時点で安住君は知ったみたいで、突発的な犯行ですか。ほんでだから行ったら3人のうちの1人は来てないわけ。ほんで1人は、まあ、あの見張り役になって、で実際の狙撃は安住君がやったわけやな、うん、そんなんで、その暗殺の動機自体は嘘から出てるというか、偽情報みたいなもんによって出てるわけで、動機といえば、うん、ほんであの安住君自体は15ぐらいその伊藤が悪いことをいろいろ挙げてんやけども、まあ当たる話もあるけども、全然その見当違いの話もいっぱい、うん、でなんか細かくその15については出てるけど、まあここでは言わへんけども、まあ後で書いておきましょうか、うんうん、伊藤の顔も知らんっていうこと、あの顔も知らんのに打てたんですね。顔も知らんからね、ほんでどういうことでって言ったら、背の低い、あの白髪の老人やと。あ、それって分かるよね、みんな守ってそうな人、うん、それだけで。そやからね、この時、伊藤だけなしにあの7発打ったから、
他にも2人か3人か撃たれてるわけ。うわ、えらいことじゃないですか。ほんでやっぱりその他の人間も、とうとう間違えられて、これも撃っとこうかっていう。それってね、銃乱射事件じゃないですか。そうそうそう。それからもう全くそのテロも得とくやんな。そうです。関係ない人間を撃ったら、うんうんうん。そういう話やしね。だから、なんていうか、すっきりせん話なんやけども、ね、結局韓国にしたら英雄やっていうことで。韓国はですね、うん、だから秀吉が悪人やと思ってたんですけど、うん、実は秀吉が悪人度は2番目で、1位が伊藤博文になってるんですよ。ああ、そやけどね、朝鮮はその、あの日韓併合する前は、日露戦争の後にロシアとの話で、韓国に対しての優越権を日本が持つっていうことなんですよね。ほんでそれで要するに韓国総監府っていうのを起こしられてできましたね、うん、それで外交権だけを奪うわけな、外交権を日本が持つっていうようなことになるわけ、うん、そうですな。で伊藤自体は、うん、日韓併合にはずっと反対してた。反対したね、あの人は、うん、それをそのそういう反対してたという情報なんかは、うん、安住君は持ってないわけ。そういうところが反対してる人を撃ってしまったら、そう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 。それからそういうあの最初に大きい誤解を持ちながらやってんやけども、韓国の人間としては結局英雄視するわけやな。だからまあ日本が嫌いですからね、うん、それから今、うん、韓国の切手なんかにも安住君の切手が あったりね。この前は菅さんがですね、うん、安住君はテロリストだって言ったら韓国がえらい反発しましたから、うんうん、だけど全くのテロリストだと思いますよ。テロリストですよね、この話聞いてたら、うんうん、しかも結構ね、うん、原因がようわからないんですね、そうなってくると、うん、だけどね、安住君はね、やっぱりね、その経験なクリスチャンで人柄が良かったんかしてね。そうでしょうね。それからあの捕まってからね、うん、刑務所の中の人間なんかも割と感化されてるな。へえ、そうなんですね、うん、それから安住君が自伝書く死ぬ前に自伝書きたいってなもんで、書かせてくれたんですね。でそれ書く時間も与えてくれてね、ね、扱いいいですね、うん、なかなか。でそれのなんか監修みたいなもんも、最後までその安住君が死んでからも、お墓参り欠かさんと行くとかね、あ、だからね、今韓国記念碑を、うん、日本でも記念碑があるねな。だから今の韓国にそういう名前が残ってほしいないですね、うんうん、ということはそういう安住君記念館があるのっていうのは、うん、日本の監修の子孫かもしれないってこと、うん、あ、日本に安住君記念館があるっていうのは、そういう監修、監査を受けた監修の子孫が作ったということですか、うん、そう考えてるのである理由が分かりますね、うん、ほんで結局、うん、なんか伊藤 の息子と安住君の息子というのは和解しました。途中で和解してんねん。和解したんだけど、この息子はですね、うん、伊藤はですね、いろんな女の子に手出してたんですけど、うん、手つけて子供作った人の一人なんですよ、でその奥さんがブチ切れて、伊藤博文を半殺しにするんですよ、で半殺しにして奥さんはその子供を引き取ったんですよ、うん、それで自分の子供として育てた子供です。その子供と安住君の息子は和解したんです、うん、ああなるほど。そうなんです、うん、なかなかさから複雑な、ね、ところがですね、うん、その和解したことを韓国でよく思わんかったですね。あ、それで追放されたんですよ、うん、で、だから今安住君の孫がよくアメリカでインタビューに答えることあるんですけど、うんうんうん、孫がアメリカにいる理由は追放されたからなんです。あ、なるほどね、うん、でまた韓国ってベトナム戦争で韓国とアメリカの関係があるでしょ、うん、だからアメリカ行けたんじゃないかな、うん、と言われております。あ、なるほどね、いろいろあるでしょ、世の中にはあるんです。まあそんなんで、うん、なんかそのあのすっきりせん話やなと僕はいつも、ね、そうですね、それ聞いてみたら原因は何なのと言いたくなりますね、うん、そうそうそう。安住君はね、結構真面目な人なんで、うん、その誰か言った人がいるんでしょ、うん、そうそうそう、吹き込んで、うん、ああこいつだよ許さんと思って、うん、正義感でやったと、うん、こういうことでしょうか。そういうことやね。だからそれを結局韓国は、うん、あの反日のあれに利用してますし、日本の中でもあの卑劣なテロリストが言ってるけど、うん、そう聞いてみるとちょっと考え方少し変わりますな、うん、まあ、あの安住君に関する感想としては私はそういうことで、このね、安住君はともかくとして、うん、伊藤博文が亡くなった後に笑った人がいるんですよね、うん、あ、これは宮武骸骨。宮武骸骨はね、むちゃくちゃ伊藤が嫌いというか、ね、嫌いというかね、うん、これはね、ストーカーでしょ。伊藤がむちゃくちゃ女好きやったんですよ、そうでしたね。でこれに対するね、あの宮武骸骨は多少嫉妬があるのと違うかと思う。そうでしょうね、うん、宮武骸骨も非常に女好きなんよね、うん、そうです、うん、それから半分そういうこともあって、それからしつこくしつこくそのあの国慶新聞なんかでね、伊藤さんの悪口書いてましたね。死んでからもね、この人の場合はね、うん、死ぬ1ヶ月前にね、うん、死ぬ日を予想しろキャンペーンだったんですよ。ああ、そう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 。しかもなかなか商売上で今のは、あの、なんやな、懸賞金です。 あると一緒、レコードたくさん買うたら、投票権があるっていう。そう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 、な、そうだから、あの伊藤博文の死ぬ日を当てたら1万円もらえるというキャンペーンです、うんうん、その代わりあの投票権を買うのに1円、1円とかですね、1円とかいうのを取ったっていうね、
なかなか面白いこと、ね、それで面白いのは、うん、伊藤博文が暗殺される1ヶ月前の新聞にそれ書いてることでしょ、うん、その1ヶ月後に暗殺されるんですよ、ね、ま、うん、だから本当の黒幕は宮武骸骨とかないですかそこまでは、ね、そこまではないかなそこまでは、ね、うん、だけど宮田骸骨はなかなかそのねちこい人やからね、ええ、そうですね、亡くなった後も記事になってますね、1年ちょうど1年経った時にもね、ええ、やっぱりそういう自分の雑誌でね、ええ、そういうからかうようなあの記事をやってるしね、なんか地獄から戻ってきた伊藤博文、うん、女は逃げるとか言って、そう、死んだ直後なんかでもそのハルピンで倒れるとこのあの絵をね、ええ、あの描いてんのがね、ええ、足がちょっとこうなって女っていう字に見えるようにね、ええ、打たれてましたね打たれたりね、うん、そういうからかいをやってるわね、ええ、うん、だからねどっちかというとね、うん、その宮田大工がひどいやつやということになりかね、うん、まあまあ、あ、面白い人だからね韓国もね、うん、反日の象徴をしたんやったら、うん、これ宮田大工を取り上げたいと思うんですよ、そうですか、こんなに当時から言ってた人がいるんやって言ったら韓国の人は面白いんじゃないですかね。あ、なるほどね、まあまあ、あの伊藤と安住君の話では私が知ってるのはそれぐらい。なるほど、ありがとうございました。まあ僕なんかはですね、うん、安住君といったらもうテロリ悪質なテロリストというイメージがあったんですけど、こういう話聞いてると意外と純粋な人だったんだなっていうのがちょっとわかりますね、うん、皆様はどう思いますか？あの韓国の人も日本の人も、うん、まあ、コメント欄にいろいろ書いてくれるとありがたいと思います、うん、もう根本のところではその、うん、なんていうの、勘違いから起こってるんやということを韓国人も知らないかもしれない。そうですね、そういうことを知って、うん、その日本の批判をするといいのではないでしょうか、うん、日本人も韓国人も見てくれてありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。